NASA の河川域赤外線放射観測系モーディスによる2001年6月から2019年5月までの山火事の影響を受けた地域を赤く表示した図2003年ビクトリア州東山岳部の山火事の衛星写真と火事が起きている場所オーストラリアの森林火災はオーストラリアで発生する森林火災である人間や動物たちの多くを死傷させているが その一方、オーストラリアの原生植物の一部は繁殖の手段として火災を利用する形に進化している。例として、バンクシアという植物は火災の刺激を受けて種をまくようになっている。このように、オーストラリア大陸で発生する火災は自然環境の一環として生態系に受け入れられていた。また、原住民のアボリジにも、高雨量が多い、限られた地域で、 焼き畑農業で野焼きを行っていた。しかし、西洋人の無計画な森林伐採、野焼き、火の管理と燃えやすい植物の導入、そして気候変動により森林火災が拡大するようになった。1851年2月6日に発生したビクトリア州の森林火災の様子。山火事や森林火災はワイルドファイヤーであるが、ブッシュファイアーとなっているのは、 燃える場所が低木体というわけではなく、オーストラリアやニュージーランドの方言で、未開発地域という意味のザブッシュから来ている。こういった地域は、農業や林業に不向きで、アクセスも悪く大抵の場合は、自然保護区のような形になっている。乾燥した気候により燃えやすく、非常に強い風が吹きやすいことからも燃えた後に、拡大しやすい。特に、大ポールモード現象によって、 高雨量が低下し、日照量が大きくなると、ちょっとした火でも発生しやすくなる。原住民のアボリジニは決められた野焼きの管理を行っており、この地域を訪れた多くの冒険家はそれに言及している。冒険家のジェームズ・クックは、その野焼きから煙の大陸とも呼んでいた。生物学の専門家で環境保護活動を行っているメルボルン大学教授ティム・フラナリーは、 西洋人が大陸を管理するようになり、大火災の悲劇が起こるようになったと述べている。別の研究者による2001年の研究では、伝統的な野焼きのやり方を捨て、制限のない伐採と野焼きを行ったことにより、オーストラリアの多くの地域、特に寒気に大規模な山火事が発生しやすくなったと発表している。2017年の研究では、大木を伐採し、 低木しか残らなくなったことで、大火事が起きやすくなったと発表された。火災後に、内側から出るユーカリの動物。火事に適応進化した一例で、他に栄養分を溜め込み火事後に芽吹く、肥大化した根などの対策が行われている。火災生態学で火災後の生態系について研究がなされている。オーストラリア気象局は、火災天気予報という情報を提供している。温度、 相対湿度、風速、植物の乾燥度合いから予測され、新聞やラジオ、テレビ、インターネットを通じて伝達される。また、人工衛星や無人航空機を使ったリアルタイム産火事監視システムも開発され、それらの情報も予測や研究に貢献している。2009年、標準化された火災危険評価がオーストラリアのすべての州で採用された。 防火帯と呼ばれる空き地を作ることで燃え広がる地域を限定させている。消防士が火災に対する理解と対策をするために開発された25メートルの風洞施設パイラトロンが建設された。火事が起きそうな期間は消防局によってトータルファイアバンが発令され火の取り扱いを制限する。この期間にマッチやタバコのポイ捨て、 野外調理等が通報されれば逮捕される。山火事が発生しやすい地域の住民には火災の場所に関する情報や避難情報に関する教育や情報提供が行われている。山火事が起きやすい地域での建築基準法 AS3959 がある。ありがとうございます。